ローマ皇帝テベリオの治世の15年目に、神はアラノに住むザカリアの子ヨハネにお語りになりました。当時ポンテオ・ピラトがローマから使わされた全ユダヤの総督で、ヘロデはガリラヤ、その兄弟ピリポがイツリアとテラコにて、ルサニアがアビレネを治めていました。大祭司はアンナスとカヤパでした。ヨハネはヨルダン川周辺をくまなく歩き、罪が許されるために今までの生活を悔い改めて神に立ち返ったことを表明するバプテスマを受けるようにと教えを説き始めました。預言者イザヤの書にある通りです。荒野から叫ぶ声が聞こえる。主の道を準備せよ、主が通られる道をまっすぐにせよ。山は削られ、谷は埋められ、曲がったところはまっすぐにされ、凸凹道は平らにされる。こうしてすべての人が神から使わされた救い主を見るのだ。バプテスマを受けに来る人たちにヨハネは厳しい口調で話しました。マムシの子ら、あなた方は神に立ち返ろうともせず、ただ地獄から逃れたい一心でバプテスマを受けようとしている。その前に悔い改めたことを行いで示しなさい。アブラハムの子孫だから大丈夫などと思ってはいけない。そんなものは何の役にも立たない。神はこの石ころからでも今すぐアブラハムの子孫をお作りになれるのだ。今の今でも神の裁きの斧は振りかぶられ、あなた方を根元から切り倒そうと待ち構えている。だから良い実を結ばない木はすぐにも切り倒され、火に投げ込まれるのだ。では一体どうすればいいのですか。下着を2枚持っていたら1枚は貧しい人に与えなさい。余分な食べ物があるならお腹を空かせている人に与えなさい。主税人たちまでもがバプテスマを受けようとやってきました。そして恐る恐る、私たちはどうしたらよいのでしょうと尋ねました。正直になりなさい。ローマ政府が決めた以上の税金を取り立ててはいけない。兵士たちも尋ねました。私たちはどうすればいいのですか。脅しや暴力で金をゆすったり、何も悪いことをしない人を訴えたりしてはいけない。与えられる給料で満足しなさい。民衆は救い主を待望していました。そしてもしかしたらヨハネがキリストではないかと考えたのです。この疑問をヨハネはきっぱり否定しました。私は水でバプテスマを授けているだけだ。しかしもうすぐ私よりはるかに権威ある方が来られる。その方のしもべとなる価値さえ私にはない。その方は聖霊と火でバプテスマをお授けになる。また麦ともみ殻とを振るい分け、麦は蔵に納め、もみ殻を永久に消えない火で焼き尽くされる。ヨハネは他にも多くのことを教え、民衆に福音を伝えました。当時ガリラヤの領主ヘロデ・アンテパスが兄嫁のヘロデアを奪い取るなど悪事を行っていたので、ヨハネは彼を非難しました。そのためヨハネは捕らえられ投獄されました。こうしてヘロデは多くの悪に悪を重ねました。さて、そうしたある日のこと、イエスはヨハネからバプテスマを受ける人々に加わりました。バプテスマを受け祈っておられると、天が開き聖霊が鳩のようにイエスに下りました。そして天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声が聞こえました。